中華人民共和国とブータン王国の関係は正式な外交関係を維持しておらず歴史的に緊迫したものである。中国はブータンと隣接する 470km の国境を共有しており、ブータンとの領土問題は潜在的な紛争の原因となっている。1980年代以来両国政府は緊張緩和を目的とした国境、 安全保障問題について定期的に協議を行ってきた。ブータンは長い間チベットと文化的、歴史的、宗教的、経済的に強いつながりを持っていた。チベットとの関係は1950年代に中国がチベットを占領した際に緊張した。チベットと異なり、ブータンは中国が創始国となった歴史はなく、またイギリス領インド帝国時代に、 イギリスが創始国となった歴史もない。ブータンとチベットの国境は正式に認められたことはなく、ましてや境界線が定められたことはない。中華民国はブータンの一部について今日まで公式に領有権を主張し続けている。領土主張は国境内戦で中国共産党が中国本土を支配した後、中華人民共和国が維持してきた。チベット政府と 中国中央政府との17カ条協定の合意後、中国、ブータイ国境の中国側の兵士の増加に伴い、ブータンはラサから代表を撤退させた。1959年のチベット放棄とダライラマ14世の隣国であるインド到着を契機に、ブータンにとって中国との国境警備は必要不可欠なものとなった。推定6000人のチベット人がブータンに逃亡して、 アジール権が認められたが、その後ブータンは難民の増加を恐れて中国との国境を閉鎖した。2010年時点の中国との国境を示しているブータンの地図ブータンの領土に対する中国の主張は、毛沢東が中国革命と共産党の中で中国の正しい境線はビルマ、ブータン、ネパールを含むと宣言したのが最初である。 彼のチベットの五本指政策の中で、また、ブータンをチベットの一部であり、従って中国のものであると述べた。1959年に中国は中国の簡単な歴史の中で地図を発表し、他の国と同様にブータンのかなりの部分が領土主張に含まれていた。1959年7月に中国人民解放軍はチベットの占領に伴い、 西チベットのいくつかのブータンの飛び地を占領したが、これらは300年以上前からブータンの管理下にあり、17世紀にラダックをシンゲナムゲがブータンに与えたものであった。その中には、ダルチェン・ラプランデラ、ガルトックと、そしてカイラス山の近くにあるいくつかの小さな僧院や村が含まれている。1961年に出版された中国の地図には、 ブータンネパールシッキム王国の領土を中国が主張していることが示されていた。また、中国人民解放軍兵士やチベットの牧畜民による襲撃も、ブータンの緊張を引き起こした。ブータンは国境を越えた貿易金融と国境閉鎖を行い、インドとの間に広範な軍事的連携を構築した。1962年の中印国境紛争では、 ブータン当局は、インド軍のブータン領内での移動を許可した。しかしこの戦争でのインドの敗北により、インドがブータンを守る能力への懸念が起きた。そのため、インドとの関係を築きながら、ブータンは正式に中立政策を打ち出した。ブータン国王の国民議会での公式声明によると、ブータンと中国の間には4つの紛争地域がある。 西部のドクラムを起点に、ガモチェンからバタンラ、シンチェラ、アモチュまで山の稜線に沿って国境がある。ドクラムの紛争地域は89平方キロメートルで、一方のシンチュルンパとギウの紛争地域は約180平方キロメートルである。1970年代までは、中印国境紛争をめぐる中国との会談では、インドがブータンの懸念を代弁していた。 1971年に国際連合に加盟してからは、ブータンの外交政策はより独立したものとなった。国際連合では、インドと並んで中華民国の座を中華人民共和国が占めることに賛成し、一つの中国政策を公然と支持した。1974年にブータンは、象徴的な提案として、インドの中国大使にブータン王としてのジグミケサルナムゲル、 ワンチュクの戴冠式に出席させた。1983年には中国のクレガク県外相とブータンのダワツェリン外相がニューヨークで外交関係樹立に向けた会談を行った。1984年に中国とブータンは国境紛争をめぐって年次直接交渉を開始した。 1998年に中国とブータンは国境の平和維持のための二国間協定に署名した。同協定では中国はブータンの主権と領土の保全を尊重することを確認し、両国は平和語原則に基づく関係構築を目指した。しかし、 中国が九百九十八年の合意に違反して、ブータンが自国領と主張する場所に道路を建設したことが緊張をもたらした。そして二千二年には中国が証拠と称して、紛争地の所有権を主張するものを提示し、交渉の末に暫定合意に至った。二千十六年八月十一日に、ブータンのダムチョドルジ外相は中華人民共和国の首都である北京を訪問し、 中国の李源氏を国家副主席との第24回国境協議を行った。双方は様々な分野での協力関係を強化する用意があることを示すとともに、境界問題の解決に向けた希望を示すコメントを行った。ドクラム危機、2017年2017年6月29日にブータンインド、中国の交流地点である紛争地域の ドクラムに道路が建設されたことに対してブータンは中国に抗議した。同日にブータイ国境は限界態勢に入り緊張が高まったことから国境警備が強化された。ブータンとインドがブータン領と考えているところへ中国が道路を建設するのをインド軍が妨害した後中国とインドの間のこ着状態は インドのシッキム州に隣接するサンサジで2017年6月中旬から続いている。2017年6月30日にインドと中国は共に3000人の軍隊を配備した。同日、中国はドクラムが中国のものであると主張する地図を公開した。中国は地図を通じてギップ持ち以南の領土は中国に属していると主張し、軽かった協定で、 支持されていると主張した。2017年7月3日に中国はインドに対し、インドのジャワハルラールネル元首相が、軽かった協定を受け入れたと伝えた。2017年7月5日に中国はブータンとの間に基本的な合意があり、両国間に紛争はないと主張した。2017年8月10日にブータンは、ドクラムは中国のものだという北京の主張を拒否した。 2020年6月2日に中国は国境協議でこれまで一度も議題に挙げたことのない領土をめぐる新たな紛争を提起した。地球環境ファシリティのバーチャル会議で中国はブータン東部、タシガン県の作店野生生物保護区への女性に意義を唱え、この地域は紛争地域であると主張した。ありがとうございます。